ゆうじろうチャンネル、今日のお題はブログを書いて成果が出る人の特徴です。はい、頑張って毎日ブログを書いてる方必見となっています。はい、ということで今日はね、ブログを書いて成果が出る人っていうのはこういう人だよっていうのを、わしの視点じゃなくて、まあ、うちの日高が、はい、うちの生徒さんのブログを新しくオリジナルブログに変えたりとか、あとはいろいろ検証できるソフトを入れたりとか、そうですね、そういうちょっとフォローをやっとるんで、だからうちの生徒さんのフォローをかなり人数やっとるんで、はい、その日高が、この人は出るな、成果出るなとか、この人は出んなみたいなのを彼なりにすごい数多くの方とね、接している、その目線でちょっと分かった特徴をお伝えしたいと思います、ね、代弁させていただきます。あ、お前が代弁するの。はい、なんかその元にしてちょっと私が解説してみたいと思いますね。今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、田坂裕次郎です。はい、こんにちは、土手かな子です。さあ、ということで毎日ブログを書いている方で成果が出る方の特徴、日高さんから聞いたのはまず TTP って書いてたんですけど、はい、言わにゃこれ何 TTP 徹底的にパクるって言うんでしょ。なんかそれを日高があの TTP って書いとったら、この TTP って何ですかって日高に聞いたら、いや徹底的にパクるたら大悟の真似しとるみたいな感じでこいつがちょっとバカにしたような感じで日高をちょっとたしなめたんですけど、TTP が徹底的にパクるなんてもう普通の言葉になってますからねって、知らんお前がお前恥ずかしい気よそで言うなよみたいな。みんな知ってました？徹底的にパクロ TTP ってめっちゃダサいじゃないですか。いやでも普通にそれで良いんよみたいな。徹底的にパクロ TTP ですねみたいな。これ徹底的にパクロっていうのはゆうじろうさんの言ってる手配みたいな感じです。手配の手でしょうね。まずこんなんがええよ、こうあったらいいよって言ったことを確実にやるというね。それはじゃあブログの中で行くと、それはね、スタイルをパクるんですか、それともブログの書き方をパクるんですか。どうなんですか日高さん。振られると思ってなかったみたいな。油断してました。何を TTP の。上手な人の書き方、その成果が出る人っていろいろあると思うんですけど、要は最初読んでもらわなきゃやっぱり意味がないと思うから、上手な書き方をしている人とそうでもないっていうような人が正直いると思うんですけど、それ文章力としてね。だからまずその上手な人の書き方っていうのを徹底的にパクってみて、そしたら何か見えてくるものがあるかなと思うんで、それを後ほど自分なりに、なるほどねっていう。じゃあもうブログの文章としてってことですね。文章の構成とか、構成とかをね、だから言ってみれば今裕次郎さんはセミナーをされていて、日高の動画は撮っとってやらんでも大丈夫かな。大丈夫大丈夫。ほんまに喋りおる姿がこうワイプでここに入った方がいいとか。いや、それ分かりやすいですけど、出たくないんですよね。出たくない、出たいって思う人じゃないのでね。はい、取り出すとちょっとおかまみたいになっちゃうもんね。どう対応していいかがちょっと分からない。じゃあ写真だけ、写真だけね、撮るんだ、撮るで、もうちょっとこうちゃんとしてたよ。ちょっとマスクは撮っとってくれよ。じゃあちょっと写真、もう今カメラ向けられた時点で汗をね、はい、じゃああれですよね、じゃあ裕次郎さんはこうブログのセミナーをされているのは、そのやっぱ書き方みたいなのも教えてるじゃないですか。だからじゃあ生徒さんはまずはそのやり方を徹底的に真似して言われた通りに書いてみるっていうのも一つ。やっぱり上手な人は人のブログをよう読んどる。やっぱり人のもすごく読んどるから、研究しとる。なるほどね。例えば私がこうやって教えることも実際にそれを体験してみんとわからんことがいっぱいあるわけ。うちにこうやってセミナーに再受講で来る人とかは、
前回の僕らがあの初めて受講した時も同じ説明してましたってわしがよく聞かれるんだけど、あそかそかそかそうですよね、全く同じじゃけみたいな、同じだけど切り口が違ったりするから、違う違う、全く同じ話を全く同じ例で全く同じテイストで喋っとるん、え、でも聞き手が成長してるから違って聞こえるっていう、だから聞き手はその時には全然入っとらんことでも今自分がそれを体験していろんなことをやったから、ああるある分かる、その時どうするんだろうみたいな感じでわしの話が聞けるから、そうかそう、吸収力も違うんですね、そう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 、なるほどね、だからとにもかくにもやっぱりその、勉強やっぱりするべきだから、やっぱり人のブログをよく読むっていうのはやっぱり読んだら分かるんよ、あのこの人のは面白いけどこの人のほんまもろないっていう、ああはははは、うん、それよよ人がこう読み手側の気持ち、そうそう、だけインスタにいろんな記事が上がってきたりするじゃん、ストーリーとかも上がってきて、それ見るじゃんか、たらおなんなのこれ面白そうなってこうなるんだけど、お前の一番つまらん、もうほっといてくださいよ、もう本当にもうあの来るよって、もうはいゴルフであのナイスショットで手挙げて喜んでからこっち振り向いてチラッみたいな、やるぞみたいな、ほらやった、ほらあらまた来た、ほらここら楽しんでるじゃないですか、いやもう来るよ来るよって言って、だけどあのいやこれをちゃんとわしはプロデュースとしてあのちゃんと教えてやらなきゃいけんなと思っていつも見よる、ああそうなんですね、うん、じゃあプロデュースしてくださいね、もう最近痛々しいあのヤンみたいな、ヤンとか今日ないです、ないです、ヤンみたいにやるやん、ないですないです、私ないですから、もう痛い感じがしてきた、もうおばさま大丈夫ですかみたいなね、うん、大丈夫なんです、だけどそういうのはねやっぱりこう人のを見ると、うん、あの面白いとか面白くないかよくわかるから、まあね、でも私これをやってますよ、うん、もう一つの特徴、楽しんで書いてる、うん、それ何、日高が言ったいこと、そう、ああ、うん、2つ目、今2つ目、あもう2つ目いった、はい急に行くけ何を言おうか思ってあ、まあ、楽しんで書いとるっていうのは何かやったら、うん、やっぱりこのブログを書くことで売り上げを上げたいんだって思って書いとるやつは、うん、もう出る、もうブログに、うん、まあでもそれはしょうがないと思う、最初はやっぱりわしの子に来る時には売り上げを上げたい集客を上げたいっていう気持ちで来られるんだから、はい、まあそうせにはいけんのんだけども、うん、もうわしはね常に言うんだけどテレビの番組と一緒ですよみたいな、うんうんうん、だからテレビ番組っていうのは30分あったらやっぱり間にこう何分間かの CM が入って最後にまた何分間の CM あって次の番組に行くわけじゃんか、ということはこの番組の中にインサートされてる CM でこう物が売れるわけじゃんか、うんうんうん、だったら自分がもしスポンサーだったらやっぱりこのめちゃくちゃ視聴率がある番組と、うん、一切見られてない番組とどっちに出したいですか、うん、いう話なわけじゃん、そうですね、うん、まあめちゃくちゃ見られてる番組はいいですよね、うん、だからめちゃくちゃ見られてる方にやっぱりインサートで自分の CM を入れたいから値段が変わるんだと思うの、うん、その CM 料金とかも、だからテレビ局っていうのはやっぱり視聴率を取ることに躍起になるのは視聴率が取れるからスポンサーがつきやすくなる、はい、わけじゃん、うん、だからそれブログと一緒でブログの番組が面白いからそこにちょいちょいこう例えば自分とこの宣伝がもし入れたとしても、例えば私が今回みたいにあのブログ宣伝やりますよっていうのも一緒じゃん、うん、だから読まれとる番組、いつも見られとる番組だからその中にインサートしてくる CM も効果を発揮するわけない、そうですね、うんうんうん、でもそれが全然面白くない、もう集客したいですみたいな、はい、その番組の中でもブログセミナーに来てくださいみたいなことをずっと安いあのゴルフしかせんやの安いタレントが出てきてからあのやるわけよ、やったーみたいなちょいちょい私挟むのやってもらっていいですいやお前もインサートしとかに行ったんだろうならやっぱりこの番組何この売りばっかりじゃんみたいな、あそれ視聴者としてはすぐ気づきますよね、分かるじゃんか、うん、分かる分かる、うんうんうん、だからもうそういう番組見たら見なくなるね、だ見なくなると、うん、インサートした CM も見ないわけじゃん、はい、うん、だからやっぱりまずは番組が面白くないと、で番組が面白いっていうのは何が面白いか言ったら見とる人が
えーとかうーんとかためになるようなことをやっとる番組だからまた見てみようになるわけじゃん。このテレビ見てもただただ時間の無駄じゃのって思う番組だったら見には見ないですね、うんうんうん、お前この1週間の中でこの番組だけは見るんじゃないのある？私はないんです。全然、はい、もうドラマも何も見てない。基本的にあんまりもうテレビは一切見ない。もう BGM ですね。お電気です。電気。ああなるほど、うんうん、朝起きたら電気つけるみたいな感じで、はい、でただただ朝流れとるだけ。あ、天気予報は見たいので、天気とあと、まあ、大きいニュースぐらいはちょっとこう情報として入れようかなぐらいです。あとは目覚ましじゃんけんせんのたまにしますでも基本的にちょうど夕方、夜ご飯の時間終わったぐらいから夜までは娘が宿題とかしなきゃいけないから切るんですよ。だからもうテレビもついてもなかったりします。へえ、うん、バラエティーとかも見てないわけよ。一切見ないですね。本当にお正月とかの暇な時間とか見る。あとこの間24時間ちょっと見ましたけどね。ああ、私もこの間24時間見たけど、24時間テレビっていいなって。いや、私本当数年ぶりにちょっと まともに見て 4,5 回泣きました。ああ、何で泣いた？あの耳がうまく聞こえない子供たちが応援団のふりをして一生懸命声を出して頑張ってる姿を見て、それを見てる親の姿にも泣けたし、その頑張ってる子たちにもすごい泣けたし、あれなんかがむしゃらとかっていう子たちと一緒にやるやろ。そうそうそう、一生懸命やってましたよね。あのがむしゃらっていうのは、あのなんかこの間 あのダンスの、うん、なんかこう大会でみんなすっごいダンサーみたいな感じで、あの子たちだけこう応援団みたいなんで出てきて、なんかすごく良かったんや。すごい感動して、なんかの私もそう、今回の24時間なんかすごく感動したんや、うん、ボロボロ泣いてしまった。泣きました？泣いた泣いた、うんうんうん、泣いた。すごいいっぱい、結構何箇所か泣きました。あと広島の方もね、何年かぶりにあの取材受けてて出られてたんですけど、まあ、事故で下半身なんか力が入らなくなって、うんうん、で結婚とか出産とか生きる希望を失ってたけど、今も結婚して無事子供まで、お子さんまで生まれて、うん、で旦那さんと一緒にその生中継つないでる姿にもすごい泣けたし。そんなの横目で見ながらお前はやったー、これはどうなやったーとか、やったーはやってないですよ。ここ出してみようかお前のあれをわーみたいな、やったーみたいな、くれっと回ってキラーみたいなあそこまでワンパッケージやろあれ、だいたいいつも違います違います。もう見ちゃってください。もう可愛いんじゃけん、もうもうかなこ可愛いって思って見てしまう。本当におばさんながらすいません、自己満足です。はい、おばさんすんごい身に入ってますからね。もうね、あ、おかしい。ゴルフの、ね、ミニマジックはすごいですからね。どんなに体がでかくてもみんな身に入ってますから。あ、そうやな、うん、ゴルフの時はみんな気にしない。そうでもあれは下にそういう短パンみたいなの履くじゃんか。スパッツ履いてますね。あんなも履かずにもうティーバッグや。それでやってみる。いやいや、これ絶対増えると思う。逆にちょっと申し訳ないですよ。ティーショット打つときに、うん、あのカートから女性ってこうレディースティーちょっと上にあったりするから丸見えなんですよ。うん、いいじゃん。だからちょっと後ろがこう申し訳ない、こうなんかだったら。やばいやばい。かぶりつくで。みんなのスコアが乱れる。かぶりつく。でこうやってこのクラブ出したからこれより細い。太い細いみたいな。振り返ったらみんながこうやってクラブこうやってたんで。そう、もうええやその話。もういいね、うん、はい、ということで、まあ、まずは楽しんで書くっていうね。そう、やっぱりそれやっぱ楽しまんとその面白い番組が作れんと思うんでね。うんうんうん、うん、そう、そして最後3つ目、まあ、その延長にはなるんですけど、うん、相手のことを想像して書いているっていう、だから見てる人のことを考えてるってことかな。まあ、ブログを書いて、うん、やっぱりこう人気番組になっていこうと思ったら、うんうん、ターゲットが決まってない番組作ってしまうと、はい、どうしても誰も見ても面白くないわけ、うん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 、例えば老人を相手にするような番組だったらもう水戸黄門みたいなバーンとやっとけば、うん、もうファンがずっと見るじゃん。そうですね。でバチュラーみたいなのやるとやっぱり若い子が見るじゃんみたいな、はいはいはい、まあ、みたいなその誰にこれを届けようと思っとるのかっていう、うん、やっぱりこう相手がきちっと設定できとる番組の方がいいよね。うん、そうですね。
だからこれが目覚ましテレビみたいな、あの朝の帯番組みたいなのをやろうと思うと、うん、いろんな人が見るわけだよ。そっかそっか、子供からね、うん、おじいちゃんおばあちゃんまで。そうそう、だからそういうのをやるとコーナーに違いがいっぱい出るわけじゃん。今日もなんかこう目覚ましテレビから目覚まし8への引き継ぎみたいなワンコーナーがいつもちょっと、はいはいはい、生でね。そうそう、あの白石麻衣っていう、あのなどっかの坂かよ知らん坂道の坂道 の女の子と女の子 とその長島アナが出てくる、はい、なんか2人でキャッ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 エレオタンだけど、うん、これ見て喜ぶおじさんたちおるんだろうなと思いながら、まあね、かわいいね言うて、わしはあれよりもやっぱりやったーみたいなもうバカにしてる、お前、お前のを見る方がわしは、うん、楽しいですか。楽しい楽しい、ね、だからやっぱりその誰のためにそれを作っとる番組なんかがはっきりしとった方がいいね。ああ、そうですね。でもその方がやる方としてもやりやすいんでしょうね。万人目指してやるのって結構難しくないです、うん、幅を広げると。いや、まあ万人を目指さない、目指す方が、あの番組としては枠が広がるけ、はい、いろんな目指すればいいのか。そうそう、いろんなことができるようになってくるんだけども、うんうんうん、でもこれは絞る方がやっぱり難しいのは難しい。ああ、そうなんですね、うんうんうん、ただまあ絞っていった方がなんかいつ読んでも自分に訴えかけてくれるな、うんうんうん、になるじゃん。今日はすごかったのに明日読んだら全然わしに刺さってこんのんだけどみたいな、はい、よりかはもういつ読んでも自分に刺さるなみたいな、うん、だからあの常にその読んどる人をちゃんと設定をして書かれとることがすごく大事よ。まあ今日3つ言った1個目からなんかね、徹底的にパクる、うん、TTP、 やっぱりそれ上手な人の TTP ね。そうですね、うん、そうそうそう、だからいろんな人のちゃんと読んでみて、あ、これ面白いじゃんって思う人があったらそれは何が面白いのかっていうのをしっかり研究する、うん、そしてパクるっていうことですね、うんうん、そして2つ目はまずは自分がワクワクしながら楽しんで書くっていう、これもすごく大切、うんうん、そして3つ目はその読んでくださってる方、相手のことをちゃんと想像して誰に向けて書いてるのかっていうのをはっきり明確にして書くっていう、うん、この3つが揃ってるとブログを書いていてもちゃんと成果が出てくるっていうのが検証結果だったそうです。まあ、はい、あとね、もう大事なことはやっぱりね、ベクトルが自分に向いとるか相手に向いとるかだわ。ここはすごく大きいよ。やっぱり自分にベクトルが向いとるっていうのは自分が良くなりたい、自分良くなりたいって書いとるうちはやっぱり読んどる人は楽しくないと思うけ。だから自分の経験を踏まえて皆さんにこういうことを皆さんは失敗しないようにしてくださいねって言って皆さんのためにって書いとくと、はい、やっぱり読んどる人はすごくビンビン感じてくれるんでね。そこから情報を得ることができるし、そう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 っていうことですね。なので今日プラス3つプラス1、ね、最後の1は、うん、自分にベクトルを向けないみたいな、はい、なのでブログを書いていてなんでこんなに成果が出ないんだろうとかって考えている方はぜひこの3つプラス1を試してみてください。はい、はい、ということで関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録こちらでお願いします。お願いします。はい、ということで今日はここまでです。またね。